はい、こんにちは。社会の授業を始めます。今日はね、日本の地形ってことでね、まあね、こう山地山脈とか川とか平野とかね、まあ、みんながね、もう覚えたくない苦手だっていうところをね、やっていきたいと思います。いいでしょうか。これね、これ山の山地山脈の名前と番号が書いてあります。これね、番号打っていきたいと思いますね。天塩山地、これはここです、ね、北見山地はここです。夕張山地はここです。日高山脈はここです。いいですか。出羽山地はここです。奥羽山脈はここです。北上高地はここです、ね、越後山脈はここです。阿武隈高地はここです。関東山地はここです、ね、飛騨山脈はここです。で、木曽山脈はここですね。赤石山脈はここです。で、鈴鹿山脈はここです。丹波高地がここです。紀伊山地がここです。中国山地がここです。四国山地がここです。福祉山地がここです。九州山地がここになります。いいでしょうか。ね。番号をつけましたが、こういうふうになります。いいでしょうか。ね。山地っていうのは今山がちな地形ですが、山脈っていうのはね、高い山々が連なっているのを山脈と言います。だからね、山地でも山脈でもどっちでもいいとか、そういう話ではないのでね、しっかり覚えてください。山地と山脈。ね。もっとね、細かく言うと、日本ではね、もっといろんな名前の山地山脈あるんですが、まあね、特にね、まあまあ、主だったところを挙げてみました。いいでしょう。ね、日本にね、この20箇所しかないんじゃないんでね、しっかり、あともいっぱいあるんで、興味がある人はね、調べてほしいと思います。いいでしょう。いいですかね。まあね、自分のね、住んでるところの近くの山地山脈はね、馴染みがあると思いますが、そうでないところはね、なかなか覚えにくいと思いますが、しっかりね、覚えるようにしてください。これね、山地山脈もね、初めて今聞いた人とか、4年生とか5年生の間はね、別にひらがなでもいいですが、6年生になったらね、しっかりね、学校で習ってなくても漢字でね、書けるようにしてください。いいでしょうか。はい。ではね、次、いきたいと思います。はい、次はね、平野とか盆地です、ね、これもね、いっぱいありますが、番号ね、つけていきたいと思います。こっちからね、1番からずっとね、なってます。石狩平野はここです。上川盆地はここです。十勝平野はここです。釧路平野もここです。で、本仙台地、これ台地ですが、これはここになりますね。で、6番津軽平野はここです。秋田平野はここです。横手盆地は、ね、これですね。で、北上盆地がここになります。で、庄内平野がここです。山形盆地がこれですね。で、仙台平野がこれになります。で、越後平野がここです。で、会津盆地がここで、福島盆地がここになります。で、富山平野がここです。で、松本盆地がここです。甲府盆地がここです。で、関東平野がここになります。ね。で、濃尾平野がここです。京都盆地がここです。奈良盆地がこっち。ね。大阪平野がここです。鳥取平野がここです。岡山平野がこれですね。で、広島平野がこれです。で、讃岐平野が、これですね。で、徳島平野がこれです。で、高知平野がこれです。ね、で、筑紫平野がこれです。で、熊本平野がこれで、宮崎平野がこれになります。いいでしょう。ね、番号をつけるとね、こういう風になります。ちょっと見にくいかもしれないですけどね。これもね、さっきの山地山脈と同じで、
ね、平野とか盆地っていうのはね、全然意味が違うんでね、しっかり覚えてください。あとね、これも日本でね、この32箇所しかないって言ったらそうではないので、もっとね、何箇所か駆け抜けてるところもあるんでね、興味ある人はしっかりね、調べるようにしてください。いいでしょうか。これがね、平野とか盆地になります。盆地っていうのはね、山に囲まれたところにね、地形になりますね。いいでしょうか。はい。じゃあね、次行きたいと思います。はい。次はね、これはね、川です。いいでしょうか。川ね。これもね、番号をつけていきたいと思います。いいですか。まずね、石狩川はここです。十勝川はここです。雄物川はここです。北上川はここですね。雄物川はここで、最上川はここですね。で、北上川がここ。阿武隈川がここです。で、阿賀野川がここ。で、信濃川がここですね。で、利根川がここです。で、富士川がこれです。で、天竜川がここ。で、十木曽川がここ。で、神通川はここになります。で、淀川がこっちで、紀の川がこっち。ね。で、吉野川がここです。四万十川がここです。で、郷の川がここです。で、筑後川がこっちで、球磨川がここになります。いいでしょうか。ね。これもね、川ね、日本にこの20個しか川がないかというと、そんなわけはないです。もっともっといっぱいあります。これは、ね、特にね、有名なところをね、書いてみました。いいでしょうか。ね、自分のね、近く、住んでるところの近くの川はね、よくわかると思いますが、そうでないところの川はね、ちょっと馴染みがないという、大変だと思いますが、しっかりね、覚えるようにしてください。いいですか。ね、いいでしょうか。大体ね、こう川が流れてるところの下流にね、平野が広がってることが多いです、ね、なのでね、平野と川はね、できるだけね、セットでね、覚えていくといいと思います。いいでしょうか。はい、ではね、次いきたいと思います。はい、じゃあね、問題ですね。次の問いに当てはまる山地山脈平野の名称を答えなさいね。1番から8番あります、ね、いいですかね。これね、まあ、さっきのね、映像を見てもね、戻ってもいいので、自分でね、調べてね、人に聞くんじゃなくて自分で調べてね、書くようにしてください。でね、まあ何度もね、言ってますが、ね、初めて習ったとか4年生5年生の間はね、別にひらがなでもいいですが、6年生になったらね、しっかり学校で習ってなくても漢字でね、書けるようにしてください。いいでしょうか。ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあね、これやっていきたいと思います。で、1番、北海道にある山脈。北海道はね、山脈は日高山脈です、ね、山脈になります。東北地方の背骨となる山脈、これはね、奥羽山脈です。奥羽山脈中部地方の三山脈、飛騨山脈と木曽山脈、あとは赤石山脈ですね。で、九州地方北部の山地、これはね、筑紫山地ですね。まあ、難しかったらね、ひらがなでいいですが、ね、まあ、ちょっとね、字がね、ちょっと汚いですが、
ね、19番ね、ここね、九州の北ね、筑紫山地ね、こういうふうになります。で次、東京都がある平野ね、東京都がある平野は関東平野ですね。で、名古屋市があるけど、これはね、濃尾平野です。ちょっとこれもね、ちょっと難しい市ですが、ね、大阪市がある平野、これはね、大阪平野になります。で、香川県である平野、これはね、まあ讃岐平野ですね。よく讃岐うどんって聞いたことあると思いますが、その讃岐の地名を取っている讃岐平野。まあ讃岐っていう字もね、ちょっと学校で習ってたり難しい感じですが、讃岐平野は27ですね。ここにある。この字、この字を書きます。讃岐平野ね、こういう感じ書きます。いいでしょう。ね、どうですかね、できましたか ね間違った人はね、またね、じっくり見直すようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね、次いきたいと思います。はい、で今日はね、ここまでになりますね。次の平野にある川を線で結びます。これね、さっきも言いましたが、川のね、下流域にね、平野が広がる場合が多いんでね、しっかりセットで覚えるとね、覚えやすいと思います。いいでしょう。はい、ではね、これもね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まずね、秋田平野、秋田県ですね。秋田平野 にある川は、これはね、大物川です。いいですか、大物川になります。庄内平野、これも東北ですね。庄内平野にある川は、これはね、最上川になります。最上ね、いいですかね。次、富山平野、ね、北陸ですね、中部地方ですが、富山平野にあるのは神通川になりますね。いいでしょう。次、大阪平野、ね、大阪市があるところですね。大阪平野は淀川です、ね、いいですかね。次、関東平野、関東平野は利根川です、ね、関東平野は東京都とかあると思うんですね。で次、濃尾平野、濃尾平野はこれね、名古屋市とかあると思うんです。これは木曽川になりますね。で次、徳島平野ね、徳島平野はこれね、吉野川になります。で、筑紫平野、筑紫平野は筑後川になります、ね、どうでしょうか、ね、筑紫平野は筑後川とかちょっとね、筑っていう字が似てたりしてね、そういうのがヒントになってできるね、場合もあります。いいでしょうか、ね、こういうね、平野と川の組み合わせもね、自分がね、住んでるところの近くだとね、馴染みがあると思いますが、そうでないとね、どうしてもちょっと覚えにくいと思いますけどもね、しっかりできるようになってほしいと思います。いいでしょうか、ね、間違った人はね、またね、しっかり見直すようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。